産業革命以来、経済活動が活性化した一方、地球温暖化に最も大きな影響を及ぼしている CO2 を多く排出してきました。そうした流れを受け、京都議定書に続いて2015年のパリ協定で世界中の国々が CO2 削減のために協力することが決まり、各国が真剣に脱炭素化に向けた取り組みを始めています。 JAL は世界をつなぐ責任あるグローバル企業として、以前からこの問題に真剣に取り組んできました。燃費の良い新機材の導入、飛行中の空気抵抗を減らす工夫、地球温暖化をもたらす大気変動のメカニズムを解明するための大気観測プロジェクトコントレールへの協力、機内の温度上昇を抑えるために窓の日よけを下ろす取り組み、燃費回復のためにエンジン洗浄をするなど CO2 削減に取り組んでいます。今後さらなる CO2 削減に挑戦すべくバイオジェット燃料を導入する予定です。従来の燃料は地中から原料を掘り出し燃焼させるため CO2 が増加します。それに対しバイオジェット燃料は木材や都市ゴミなどを原料にした地球に優しい燃料なので、新たに CO2 は発生しません。私たちの家庭から出たゴミも燃料の原料となります。飛行機から排出される CO2 の量は変わりませんが、ゴミを原料にすることで新たな化石燃料を採掘しないため、大気中の CO2 を増やすことなく循環型社会を目指すことができます。将来私たちの生活はバイオジェット燃料の製造に密接に関わるかもしれません。そうしたバイオジェット燃料の取り組みにより、燃料製造のライフサイクル全体で見ると、例えばサンフランシスコ羽田間の片道では通常のジェット燃料に比べ CO2 を約 25% 削減できたことになります。 JAL では世界で初めてカメリナという植物を原料としたバイオジェット燃料を使ったデモンストレーションフライトを2009年に実施して以来、2017年11月にはシカゴから日本、2019年1月にはサンフランシスコから日本へのバイオジェット燃料を搭載した運航を実施。また米国のバイオジェット燃料製造会社への出資を行いました。さらに医療品の綿を原料とした燃料を製造し、2020年にはその燃料を使用したチャーターフライトを目指しています。今後もバイオジェット燃料の利用促進に積極的に取り組んでいきます。バイオジェット燃料の導入は国連サミットで採択された持続可能な開発目標 SDGs に対する取り組みでもあります。 JAL はSDGs が目指す社会の実現に貢献すべく、持続可能性に配慮した取り組みを進めてまいります。私たちは自然や社会と共生できる事業を目指し、豊かな地球を次世代に引き継ぎます。